まったく、オイラに黙っていくなんてひでえよ。姉ちゃんも心配してるぞ。まあ、足が戻ってよかったな。どうした兄貴？あ、ヘラが…残党がいないか確かめろ。なんだよ、これ…こういうことだよ。なんだお前、こいつらの仲間か。この女は先般、我が陣にいかがわしい商売をしに来たが、ゆうべ堺の陣に入るのが目撃された。密偵の疑いありとして早急に処分されたのじゃ。姉ちゃん、さけ！話せ、バカ野郎！お前ら、なんで、なんで！その取り乱しよう、やはり仲間か！穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。助けてくれ、頼む、助けて。やめろ兄貴、やめてくれ。ダメだ、鬼になっちゃダメだ。頼むよ兄貴。兄貴、姉ちゃんが持ってたんだ。種もみだ。ちゃんと侍から取り戻したんだよ。田んぼを作るために。姉ちゃんは負けてねえ。兄貴も負けないでくれよ。頼むよ。ほら、赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人の髪にこの花さしてあげよう。穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。なあ兄貴、腹減ってねえか。今は飯どころじゃねえか。そういや、兄貴って笑ったことねえよな。うれれれれれ
一生むっつり顔のままになっちまっても知らねえんだから。もう女房のとこには帰らねえ。ほら、お前とずっと一緒にいてよ。そうだね。こんな山ん中で何してやがんだ。熊にでも食われちまえ。カニャラカニャラカニャー。さあ、なんだ。こいつふざけんのもいい加減にしろ。まったな。あ、兄貴、村があるぞ。仕方ない、あそこで力を。ジョローグモの巻。体を引き上げることもできないなんて。なんかめんどくせえ村だな。村を守るために見張りを強めてるんでな。守るって何からさ。最近村に人さらいが出るのさ。人さらい。ああ、夜な夜な村の人間がいなくなっちまう。あの見張り台だってそのために置いたんだ。お前も怪しい奴を見つけたらすぐに知らせてくれ。なあ兄貴、人が消えるってのはおいら絶対あの雲の化け物のせいだと思うんだ。この村にとっちゃ大事みてえだし、おいらたちで何とかすれば人助けになるし、褒美もかなりもらえるはずだぜ。これだけは完成させないと。おい、あんた、しっかりしろ。いや、すまん、驚かすつもりはなかった。おい、どこか悪いのか。死にそうな顔だ。とりあえずうちに来な。食い物くらい出してやれる。歩けるか。歩ける。よし、ついてきな。まずはこいつの正気をいただくか。そういや、あんた名前は。俺は矢次郎ってんだ。そんなものはない。ない。ないか。よし、じゃあおはぎってのはどうだ。おはぎ。はぎの花ん中で寝てたろ。なんとでも呼べ。おう、それじゃあおはぎ、腹減ってんだろ、食いな。なんだいこれは、まずそうだね。遠慮すんな。うまい。おはぎ、お前どっから来た。もしよかったら教えてくれ。よくないから教えないよ。ならなんであんなところで寝てたんだ。好きで寝てたわけないだろう。たく力さえ戻りや、さっさとこんなところ出て行きたいよ。お前は食べないのかい。ああ、俺はさっき食べたばっかりだからな。何の音だ。いいから早く食え。俺は仕事に行かなきゃならん。夕暮れまでには戻る。食ったら寝ててくれ。
妙な人間だね。あたいのもんに手出すんじゃないよ。田畑に作物なんもねえ。兄貴、この村食いもんは難しいかもな。なんだなんだ。なあ、あんた、あれなんて書いてあるんだ。ああ、人さらいを捕まえたら褒美をくれるとさ。まあ、何度同じことをしても一向に捕まる気配はねえが。ほらな、オイラの思った通り。こりゃ褒美はいただきだな。なんだ坊主、心当たりがあるのか。あんたも褒美目当てかい。でも首突っ込まない方がいいぜ。なんせ相手は化け物なんだから。化け物？静まれ、手を止めてはならん。作業を続けろ。化け物が出るなら日が暮れたこれからだろうぜ、兄貴。昼間やみくもに探し回る体力もねえし、要領よくやんねえと。さあ、行こうぜ、兄貴。人間の食い物じゃ、やはりこの程度か。すまん、すっかり暗くなっちまった。ずっと起きてたのか。寝てたよ。でも外が騒がしかったから目が覚めた。ああ、山の仕事場でまた人死にが出た。炎天下の重労働だ。無理もない。なんでそこまでするんだい？死んだら元も子もないだろう。この村は採石で成り立ってるんだ。上がりが減ることを漁師は許さない。は、人間ってのは不自由なもんだね。顔色が悪いな。飯は食えてるようだが、ゴキかぶりだ。なぜ逃がすんだい？人間が死ぬのはよくて、虫けらが死ぬのは嫌なのかい？人も虫も同じだ。生きていることに変わりはねえ。そんなことを言う人間に初めて会ったよ。あんた変わってるね。そうか？そんなことよりまずは食え。そして寝ろ。人間、それが一番だ。あんたみたいな男、初めてだよ。空腹はお互い様だね。はあ、疲れた。一晩中歩いて収穫なしかよ。どこに隠れてんだ、あの雲の化け物。もう頭も回らねえ。涼しいうちに少し寝とこうぜ、兄貴。なあなあ、あれなんて書いてあんだ。昨日の晩にまた人が消えて褒美が多くなるとある。昨日化け物の気配もなかったのに、オイラの見込み違いで人さらいは化け物の仕業じゃない。ねえ、人さらいの人捕まっちゃうの。そったなことにはならへん。土下に褒美を積まれても領主に願える男なんぞこの村にはただの一人もおりゃせん。うん。この村じゃもう虫か雑草ぐらいしか腹に入れるものがね。毒ダミかじって夜まで木陰で横になろう。
おはぎ、お前さらにやつれてるな。こいつは。あんた、今朝はやけに早く出かけたね。まだ外は暗いのに、明かりも持たず。山での仕事以外にも何かやってんのかい？月の沈む時刻に一仕事あってな。そっちが本業みたいなもんだ。大変だね。おはぎ、俺の見たところ、お前は何かしらの病だ。だがこの村には医者がいねえ。旅の札がないお前が村を出るのは難しいだろうが、俺なら確実に逃がしてやれる。まあこの村じゃ若い餌にはありつけそうもない。とっととおさらばしたいのは山々だけど、私に払えるもんなどないよ。生きていてくれればいい。そうだったね。私はゴキかぶりと同じってわけだ。ああ同じだ。命の重さに変わりはねえ。私だって死ぬ気はないからね。頼むとするよ。引き受けた。一日でも早い方がいいな。今夜月が沈み夜が明ける前にやる。それまで休んでおいてくれ。人さらいが化け物じゃなかったらオイラたちじゃ見つけることすら難しいな。何にしろ今夜が山。兄貴、この村での化け物探し最後の夜だ。腹に力は入らねえけど気合い入れていこうぜ。どこへ行くんだい？そっちは村の出口じゃないだろ。あっちは柵と見張りで出られねえ。抜け道はこっちだ。空が知らんでくるまでの一刻でそこまで行く。辛いだろうが耐えてくれ。はあ、すきっぱらで二晩歩き詰めは子供には応える。兄貴すまねえ、今回は空振りみてえだ。諦めて次の村へ。おはぎ、辛ければ少し休むか。バカにするな。お前の正気を吸ってもいいんだぞ。昨日ここで会ったおっちゃん、褒美目当ての坊主たち。しつこいね。とどめを刺しに来たのかい、この小僧ども。森で聞いた声。いた。兄貴、この女が雲の化け物だ。やっぱりそいつが人さらいだ。おっちゃん、そいつから離れな。干からびちまうぜ。化け物をやっつければ飯が食える。サクッと頼むぜ兄貴。おはぎが化け物。え、オイラの言うことが分かんねえのかよ。その女は化け物で人さらいなんだって。人さらいはこの俺だ。俺が手引きしてこの村から逃がした。おはぎは関係ない。俺は捕まってもいいが、おはぎは見逃してくれ。病にかかって弱っているんだ。え、病って、なんで化け物をかばうんだよ。貴様が逃がしやか。手間取らせやがって。見つけたのはオイラたちだぜ。褒美はもらえるんだろうな。そんなものないわ。密告者を釣るための方便よ。そんな殺生なやり方が汚ねえぜ。お前らは悪党だ。悪党結構。これ以上人足に足抜けされて上がりが減ったら俺たちが始末されちまう。その男を捕らえろ。まずい世紀だね。兄貴、見逃しちゃもらえないようだね。何ぼーっとしてんだい。あんたの仕事は終わってないよ。逃がし屋、どっちに行けばいいんだい。あっちだ。よし。兄貴、ちょっとじっとしてて。いろいろ当てが外れてただ働きになっちゃうけど、どうする。いやぜ兄貴。なんだい、怖いのかい。こうでもしなきゃ追いつかれるよ。大丈夫だ。じゃあ一気に行くよ。え、そら。うわ。もうすっかり
気だな。もう俺がいなくてもどこへでも行けるだろう。まだ山を越えられるほど力は戻ってないよ。あと5、6人は男の性器を吸わないとね。人を殺すのか。人間は貴重な餌だからね。今まで命まで取ったことはないよ。生きてりゃ人間の性器は戻る。そいつをまた吸うんだ。共に生きるのが長生きの秘訣。そうか、これからもか。ああ、ならいい。兄貴、いくら兄貴でもここは登れねえだろ。あいつらの後を追うしかねえよ。行こうぜ。これが抜け道なのかい。入り口は狭いが奥は広くなってる。水音が聞こえるだろう。水の流れに沿っていけば山の裏の沢に出られる。天然の洞窟だ。お前なら明かりはいらないし、追いつかれることもないだろう。俺の仕事はここまでだ。さあ行ってくれ。あんたも行くんだよ。え、裏の仕事がバレちまったんだから、もうここにはいられないだろう。捕まってただで済むと思ってんのかい。見せしめにされるのは間違いないだろうな。それで本望なのかい。いや、なら逃げるしかないだろう。化け物と一緒じゃ嫌かい。おはぎ、わかった。この村で死ぬくらいならここから逃れてお前の餌として生きていくか。あんたみたいなおかしな人間には今後二度と出会えないだろうよ。じゃあさっさと。領主様に盾ついた奴の末路だ。化け物女と共にとどめを刺せ。貴様ら。一人残らず吸い尽くしてやる。兄貴！この村に医者はいないんだろ。私がお前を連れていく。お前を死なせはしないよ。やっぱりどっちかが死ななきゃならないようだね。殺すのはダメだ。おはぎ、今までもこれからもだろう。行っちまったな、あの二人。人と仲良くなるあやかしもいるなんて。世の中わかんねえもんだな。でもさ、兄貴の耳が戻っててよかったよな。じゃなきゃかなり後味の悪い結果になってたと思うぜ。まだ喋る気になんないのか。ならいいよ。オイラが二人分喋りまくってジメジメ気分を払ってやるさ。うわっ、クモ、いつこいつ噛みやがった。ごめんよ、驚かしちまったのはオイラだな。え、兄貴、今鼻で笑ったら聞こえたぜ、兄貴の最初の笑い声。でも違うんだよ、オイラの求めてる笑いは。そんな人を小バカにしたようなんじゃなくて、爽やかなやつ。
雨。いかん、ありゃ残され雲じゃ。すぐに嫁を、嫁をこしらえるんじゃ。その黒雲に名はなかった。空にただ一つ残されたように浮かぶ姿から残され雲とだけ呼ばれていた。猿の巻。くっせー、卵が腐った理由指で。兄貴は平気なのか？そぼそぼ理由って分かんの？チェー、オイラばっか喋ってさ、兄貴だって喋れるようになったんだろ。よし、オイラと話す練習だ。さ、なんか話しかけてみてくれよ、兄貴。ん？へえ、花嫁行列だ。でも、なんか変だな。めでたい花嫁に矢なんか飛ばしやがって、どういうつもりだよ。めでたくなんかね、姉ちゃんはな、化け物の嫁になりに行くんだ。化け物の嫁？だからオラが止めねえと。いねえ、おめえこといんぞ。まあ待ってって、よかったらその話聞かせてくれよ。オイラたち化け物にはちっとばかし縁があんだ。あれだ、あそこだけ雲が浮いてる。あれが化け物？そうだ、姉ちゃんが言ってた。あいつは残され雲って呼ばれててな、昔からこの辺りに現れちゃ人を食っちまうんだってよ。だからこれ以上人を食わねえでくれって、ある時化け物に嫁をやったそうだ。そしたらおとなしく帰ってったんだってよ。それから現れるたんびに嫁をやったそうだ。もし嫁をやらねえと怒って村ごと食っちまうんだ。化け物なのに人の嫁が欲しいのか？それも何人も。姉ちゃんは全員食われちまっただろうって言ってた。化け物の考えることはよくわかんねえな。で、今回はおめえの姉ちゃんが選ばれたんだな。俺は姉ちゃんを助けて、化け物に食われちまうなんて嫌だ。そこでオイラたちの出番よ。兄貴はこれまでいろんな化け物をやっつけてきたんだ。あんな雲イチコロだって。本当か？ただし報酬はもらうけどな、ただ働きはしないんだ。うめえぞ。こういうんじゃなくて、もっと金になりそうなもんだよ。こりゃ殺菌だ。川で拾ったんだ。そんな石ならいっぺんあんぞ。欲しいだけやら。ほんとか？よし、取引成立。おいらドロロ。おら猿だ。猿？それが名前か？変なの。ドロロも変だ。変じゃない、いい名前だろ。いい名前って言えよ。よくねえから。姉ちゃん。お前、あれだけ来ちゃいけねえって。姉ちゃんを助けに来たんだ。いけないよ、私は。なんでだ。もしかして
村のためか？あんな奴らほっとけ。自分らが助かるために姉ちゃんを差し出してよ。違うよ。私は自分から来たんだ。化け物なんぞにみんなを食わせたくなくてね。お前だってそうさ。俺は姉ちゃんに死んでほしくねえ。いいからお逃げ。まあ待ちなって。お姉さん、オイラたちがその化け物をやっつけてやるよ。そうすりゃまるっと解決だ。あんたは？それにやっつけるってどうやって？人を食うならどっかに口とか腹とかあるはずさ。そこをぶったげるんだよ。ほら、兄貴も任せろって。ちげえよ、あいつが来たんだ。なんだこりゃ。今すぐ逃げと。バカ、そんな大声出してると。百鬼丸の視界は一面炎に覆い尽くされていた。周囲に満ちる雲もまたあやかしの一部だった。炎の壁に包まれた百鬼丸は何も見えないという状態を初めて知ったのだ。とんでもねえデカさだ。兄貴、来るぞ。ここが猿の家か？そうだ、俺は一人で住んでる。一人？姉ちゃんは俺らの姉ちゃんじゃねえ。俺はずっと一人で生きてきたんだ。父ちゃんと母ちゃんは俺らが小さい頃に病で死んじまった。でも平気だ。俺らには山があったから。人は綺麗だ。ここはオラの山じゃなくなったって言ってオラを追い出すんだ。オラに近寄んな。怪我してるんだろ、見せてごらん。が山に住んでるって子かい？うん。お猿みたいな顔やね。名前は？名前？自分の名前忘れちまったのかい？猿だ。俺は猿ってんだ。不思議だった。あの姉ちゃんを見てるだけで。腹減ってんのも寒いのも気になんねえ。俺に優しくしてくれたのは母ちゃんだけだ。だからもしかしてあの姉ちゃんは
いつかどこかでおらの母ちゃんだった人かと思ったんだ。おっかちゃんか。猿、その泣いてる暇なんかはねえよ。姉ちゃんの仇はおらが打たねえと。そうだろう。ああ、おいらだって一度受けた仕事は最後まできっちりやるつもりだ。一緒にあいつをやっつけんぞ。あ、ただな、理由はわかんねえけど、あの雲の中じゃ兄貴は満足に動けねえ。オイラたちだけであいつをなんとかしなきゃ。ん？あの雲、前よりでっかくなってねえかい？あ、なんだこれ。こら、やつの皮だ。まじいぞ、ムカデってのは脱皮すっと大きくなんだ。大きくって、あれよりもかい？なんでだよ、嫁をもらったらおとなしく帰るんだろ。昼間のことであいつも怒ってんのかもしんねえ。どうするよ。あいつの弱点は日光だ。雲からお天道様の下に引きずり出せば倒せるはずだ。それならオラにいい考えがあんぞ。やんぞ猿、ムカデ退治だ。ああ、姉ちゃんの弔い合戦だ。でも燃えないのかよ。ああ、でも問題ねえ。
が切った。何したんだ今。炎の壁で視界を塞がれた百鬼丸は矢の当たる音であやかしの位置を確かめていたのだ。まじいぞ。そうか、音だ。どうする気だ。の鼻が戻った。さあ、約束の報酬だ。あ、ありがとよ。なんだよ、この石。この辺りによく落ちてんだ。オイラが欲しいのはこんな石じゃなくて砂金だって。あの金ピカの石。あれはあれだけど、同じようなもんだろ。そんな。あんたたちのおかげで死なずに済んだよ。ドロロ。ありがとう、ドロロさん。あんたらこれからどうすんの？村で一緒に暮らそうかって。あたしも一人だから。よかったな、サル。そうだ、名前新しく考えないと。猿でいいよ。ダメ、名前は大事なんだから。なんだか本当の姉ちゃんみてえだな。まあいっか。ドロロ兄貴、これはな、匂いってんだよ。ん？今、オイラのこと、ドロロって。初めてだ、名前呼ばれたの。兄貴、待ってくれよ。オイラの名前、いい名前だろ。よく飽きねえな。朝からずっと匂い嗅ぎまくってさ。
ててあれおかしいな。無惨鳥の巻。なんだい？ドロロ。ドロロ、体熱い。病か。あいにく俺は百姓だ。薬もねえし、どうすりゃいいか、わかんねえ。すまねえな。おっかちゃん？どうかしましたか？大丈夫、まだ眠っていなさい。ここは寺です。お連れの方が運んでくれたのですよ。兄貴、兄貴！いけません。兄貴、また置いてかれちまう。安心なさい、水を汲みに行ってもらっているだけです。誰もあなたを置いて行ったりしません。まんじゅうしゃぎは好きじゃねえ。お父ちゃんとおっかちゃん思い出しちまう。そんなにひどい親御さんだったのですか？そうじゃねえ、そうじゃねえ。お父ちゃんもおっかちゃんも強いし優しいし、あったけんだ。お父ちゃん、次はオイラも連れてってや。おっかちゃんがいいって言ったらだ。あの侍どもいいざまだったぜ。ねえお頭、どいつもこいつも青びょうたんみてえな面して震えてやがったな。今の俺たちならあの大軍にだって負けやせんや。ちげえねえ。次はどこを狙いやしょうか。そうだな、あれ、おっかちゃんのところに行ってろ。おいら聞いてたいのに。ドロロ、後で遊んでやっから。うん、みー、おっかちゃん、おいらもお父ちゃんと行きたい。ダメだって言ってるだろ。おいらだって悪いやつくらいやっつけられる。もう少し大きくなってからだよ。行きたいったら行きたい、行きたい行きたい。言うこと聞かないとまた木に吊るすよ。うん、うん、どうした、ほっぺた膨らまして。ルイスの真似か。あんなに膨らむかい。何してんだ。石投げ。オイラは刀使えねえから、こいつで悪いやつをやっつけてやんだ。うん、そいつはいい心がけだぞ。だがな、ドロロ、これからの世の中は力だけじゃ生き残れねえ。え？大変だ！侍どもが攻めてきたぞ！ドロロ、そっちに隠れてろ。おかしら！仕返しに来やがったか。よくもやってくれたな、この悪党ども。うん、俺たちが狙うのはお前ら侍だけだ。そこらの悪党と一緒にすんじゃねえ。抜かせ。
お母ちゃん。心配ないよ。お父ちゃんはお父ちゃんだ。こっからどうしやす。すぐに仲間を集めて立て直す。ここで逃げちまったら死んだ奴らに合わす顔がねえ。おじや、しばらく転々とすることになるぞ。そうだね。この時代、各地に野伏と呼ばれる野党集団が存在し、その蛮行は力なき人々を恐れさせた。主を失った侍たちが徒党を組む。貧しき者たちが生きるために身をやつすなど、そこに至る理由は様々。その中にあり、農民たちが集い、かつ侍のみを襲っていた火袋たちは極めて特殊であったと言えよう。ねえ、お父ちゃん。ん？お父ちゃんたちはどうして侍をやっつけてるの？そうやって奴らに教えてやってんのよ。俺たちも生きてる人間なんだってな。生きてる？侍はそんなこともわかんないの？いや、奴らも十分思い知ったんじゃないですかね。どういう意味だ？見てくださいよ。随分と腕のいい子分たちが集まった。お頭もそろそろ先を見たらどうなんで。うまく領主に取り入りさえすりゃいいご身分が手に入りやすぜ。イタチ、あんた、あたしらが受けた仕打ちを忘れたのかい？漁師たちが勝手に始めた戦のせいで、親も兄弟も虫みたいに殺されて、みんなで作った村も焼かれちまったんじゃないか。俺は忘れちまいましたね。過ぎたことにいつまでもこだわってちゃいけねえ。むしろこれからは侍どもと手を組んで出世しなきゃ。この恥知らずが。俺は間違っちゃいねえと思うやつがね。もう一度言ってみろ。その口にこいつをぶち込んでやる。わかりやしたよ。柳本の奴ら、大吾との戦で疲れ切ってる。やるなら今ですぜ。なぜだ、イタチ。お頭、すぐにこの辺り一帯も全部戦場になっちまう。もう侍の時代なんだ。これからの世の中、あんたみたいに融通が効かねえんじゃ食っていけねえんだよ。残った子分は俺がいただいてくぜ。この卑怯者が八つ先にしてやる。あんた、その足じゃ立つのもやっとだろう。残念だったな、八つ先にできなくて。火袋の火が消えてズタ袋になっちまったな。お母ちゃん、地獄ってこんなとこかい？そう、
でもここよりはマシかもしれないよ。マンジュシャゲってどうして血みたいな色をしてるんだろう。戦で死んだ奴らの血を吸ったのかもしれねえな。いい加減なこと言って怖がらせないでくれ。やめてくれ。この村は俺たちが何年も何年もかけてようやくここまでになったんだ。黙れ。我が軍が攻め入る経路にはいかなる障害もあってはならん。これは領主様の命令ぞ。そんな、じゃあ俺たちはこれからどうやって生きていけばいいんだ。話さんか。さっさと焼け。ひでえよこんなの。領主も侍も戦を名目にすりゃ何をしてもいいと思ってるんだ。でもあんたはもうやめとくれ。行くぞ。そこのお前止まれ。その大長巻忘れようにも忘れられん。野党に屋敷を襲われ、仲間を全て殺された。自分だけが生き残ったのは何の因果かわからぬままだった。それが今わかった。決めろ！貴様！お父ちゃん、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 お父ちゃん。Subscribe, like, and comment for more videos.